いやー、イングランド勝ったね。そう、こういうことよね。いや、サッカーですよ。いやー、お疲れ様でした。いいね、チャンネル登録して書いてください。またみんなで一緒に見ましょう。整ってたはずのチームがね、勝てないみたいなのはね、あるよね。予想がマジだったら、そうだね。なかなかみんな当たんないだろうな。うん。僕はね、そう。もうオランダ、チェコはやっぱチェコが順当に勝つかなと思ったし、やっぱフランス、スイスもね、うん。まあスイスが 3-3 で PK 戦までもつれ込めば勝つなっていうふうに思ってましたね。3-3だなっていうね。うん。この試合もね、そう、絶対にイングランドだと思ってましたしね。なんでね、そういうふうに、まあ、みんなはね、結構当たんないかもしれないけど。そうそう。やっぱなかなかね、それは僕のレベルまでまだまだ来れないと思いますけど。人間界のパウル。今度からパル君やろうかな。どっち勝つかって。バケツ入っていくやつね。そうそう。あ、でも僕もね、まだまだですよ。今日の場合ね、うん。あの、イングラ、2-0 でイングランドで、うん。まあ、スターリングとゲンが決めるけど、アシストまで当てられなかったですからね。食べられるよ。皆さん、レイバーどこのクラブの監督になると思うんですか？ガンバは大阪じゃないですかね。松本山が。PK 戦の前にジャカがコーラガブロミしてたから。皆さん的にスタートかグリーリッシュどうですか？僕めちゃめちゃありですか？ありじゃないですか。うん、今言ってもただの記憶なんだよな、うん。僕の予想としては、この試合はイングランドが 2-0 で、ケイン・スターリング決めて、ベッカムとエド・シーラン見に来るぐらいまでしか当たらなかったですね。なんで。死のグループ全滅。あとなぜかエンボロがビンタス。ああね、もう交代してんのにっていうね。本当にな。もうイングランド、スウェーデン、ウクライナ勝者とイングランド。スウェーデン、イングランド。スウェーデンかな。この試合でね、イサクがね、評価を上げる。でも基本的にあれだよね、こういうさ、ビッグトーナメントってやっぱキーパーがさ、当たってる国どんどん上がっていくよね。で、イングランドだとピックフォードだし、あとあれ、ベルギーね、クルトワがやっぱいいじゃん。これ一気伸びしてゲップせずにフランス倒しますけど、ハイキングウォーキングだ。あ、ウナイシモンもそうだね。そう。ね、モラタは決めたけどベルナー決められなかったな。あ、ドンナルンマもそうだね。結局こういうさ、短期決戦ビッグトーナメントさ、キーパーが当たりそうなチームでもな、フランスもね、ロリス当てたからな。どっちかっていうと、あれはもうほんとスイスが頑張ったって感じだったもんね。そう。スイス信じてたのなんてね、スイス国民と僕ぐらいだと思うんで、多分。スイス信じて寝ましたから。番狂わせは起きないってみんなに言ってたと思うんですけど。でもスイスの方が、本命っていうことですからね。みたいな感じで、最後も、畳みかけるようにボケましたけど、いかがだったでしょうか。手のひら、くるんくるん。そうそうそう。番狂わせ起きないでしょって言ってたから、起きなかったでしょ、やっぱりスイスっていう。
嘘つくのやめてもらっていいですか。あれ、ひろゆきさんがいる。コメ欄に。ね。なんでね、ほんと。まあ、みんなで、ね、ユーロ見ていきましょう。そうそうそう。僕の、だ僕の最初の優勝候補はフランスでしたね。最初の優勝候補はフランスで、で、今の優勝候補はイタリアです。だイタリア負けたらまた新しい優勝候補を挙げるんで、まあ、絶対に、当ててみせます。絶対に当て続けるんで。で、今の優勝候補はイタリアです。最初はフランスでしたけど、その後ちょっとスペイン、ドイツもあるかなと思ったけど、うん、今はイタリア、その後スペインって感じですかね、うん。で、あとはデンマークとかもいいなって思ってます。だからデンマーク、イタリア、スペイン、ベルギー、あとイサクが上がってきたスウェーデンもあるかなって思ってます。このあたりが優勝候補ですね。あ、チェコもそうですね、優勝候補で。あと、スウェーデン、ウクライナ勝った方、うん、だからまあやっぱスウェーデンが優勝候補になるかな。あとは残ってるところ、みんなに優勝の可能性があるなって思ってるんで、それぞれ頑張ってくれて気持ちが強いチームが、まあ優勝候補になるなって思ってます。はい。なんで、優勝候補たちを応援していきましょう。みんなで優勝候補たちを応援していきましょう。というわけで、みんな、またね、明日の動画を楽しみに。バイ。